画面や土手スタンドから見まして右手から左手に川が流れています。鮭潮ですけれども、朝まで降った雨の影響でかなり強めに流れています。今流速80センチほどあります。各選手が早速ホーム側にその流れに乗って入ってきました。予選競争の第3レース、安定版仕様です。対戦メンバー1号艇坂本博人、2号艇板橋優雅、3号艇秋山直之、4号艇茅原優希、5号艇戸塚国吉、6号艇野村誠、以上の6名です。人気の軸になりました1番坂本博人の引戦となります。2コースはピストン交換しました2番の板橋優雅、3コース予選前半オールリレー体で来ています3番の秋山直之が入っていきました。4コース引っ張って角1、昨日のドリームメンバーでした4番の茅原優希、今日は1回走り、そして地元東京支部5番の戸塚国吉、昨日の1回のリレーは大外6コースからでしたけども痛恨のすすり当番に散っています。大外6コース、昨日はイン残しての2着でした6番の野村誠です。インセン1番坂本からの人気になりまして、人気の相手中枠の2人、3番の秋山と4番の茅原です。予選競争の第3レースです。進入インから1番2番3番4番5番6番です。スタートまで残りは2秒、スタートしました。ダッシュをつけた3選手がわずかにコースアウト。インセン1番坂本もいいスタートで1マークに向かいます。さあ角から動いてくる4番の茅原、待ってのまくり差し、先回りは1番の坂本、まくっては5番の戸塚ですが、バックに入って1番の坂本がここは粘って先頭です。一定身半差、2番手には4番の茅原、3定身離れまして3番手が5番の戸塚と、その内側をついたのが6番の野村、その後ろに2番の板橋、3番秋山、スタート前提正常でした。一周に巻くトップ旋回、1番の坂本、2番手から4番茅原が内をつく、ホームへと戻ってきまして、茅原が1番坂本をトラインカの勢いで差し込んできましたけれども、なんとかおどけ前、1番坂本が体勢優勢です。その後ろの外枠両者の3番手争いは続いていきます。レースは2周回目1マークです。もう一度開いて差し込んでいく4番の茅原ですけれども、先回りは1番坂本、坂本が回ったところでリードを広げました。そして3番手争いは5番の戸塚が蹴りをつけまして、現在の体勢は1番4番5番です。二定審査4番手6番野村、そして2番の板橋が5番手、ラストが3番秋山となりまして、2周2マークへと移ります。1番の坂本が先頭、2周2マークをトップでクリアしています。2番手が4番の茅原、3番手5番の戸塚でホームに折り返してきまして、レースは残り1周を切るところです。現在の体勢は1番4番5番です。先頭2番手は99期の同期生です。1番の坂本博人が先頭、最終1マークをクリアしていきます。2番手が4番の茅原、そして5番の戸塚が3番手、最後のバックストレッチに入りまして、体勢は1番4番5番です。6番の野村が4番手で、その後ろ2番板橋と3番の秋山で最終ターンマークに向かっていきます。前は独走になりました1番の坂本博人です。今シリーズ初勝利ということになります。4番の茅原優希が2番手、そして5番の戸塚国吉3番手です。 1,4,5 まもなくゴールを迎えていきます。先頭は最後独走1番坂本、今ゴールイン、2番手4番の茅原、3番手5番の戸塚ゴールイン、6番の村、2番板橋、3番秋山ゴールインしています。以上、予選競争第3レースでした。